YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。はい、今日はですね、食べ比べ、ある2商品の食べ比べをしてみようと思いまして、で、どっちがうまいのかっていうのを僕なりにね、はっきりさせようということでございます。早速紹介いたしましょう。じゃんと、ファミリーマートですね。皆さんもう何度も食べたことあるでしょう。じゃんと、ファミチキですね。こちらの新しい味がね、出たらしいんですね。じゃじゃんのじゃん。まあ、見た目はね、そんなに変わんない。どう？ちょっとカメラだとね、違いわかるかな？若干やっぱこっちの方が色が濃いんですね。うん。わかんねえだろうな。うま塩チキン、うま塩味か。ファミチキのうま塩味というのが出たそうです。はい。私はですね、やっぱファミチキの中では一番、いろいろありますけど、このプレーンが一番好きなんですよ。で、今日はこの新しい味がね、この牙城を崩す存在になるのかっていうのをちょっと食べて比べてみたいと思います。まあ、まずはね、普通の方から食べましょう。うん、うん、すごい、これ出来たてか、これ。油がすごい。うん、あ、美味しい。あ、美味しいな。これコンビニ系のチキンの中では1位に争うかな、ファミチキが。俺は骨なしチキンだよね。うん、これがうまいよ。もううまいの知ってんだよ。なんでわざわざ買ってこなくてもよかったぐらいうまいの知ってんだから。さあ、そんな中こちらですね、うま塩味と。ちょっと簡単だね。簡単に商品説明見ましょうか。で、コク、うまみのある塩だれに2段階で漬け込んだ濃厚な塩のうまみを感じられるファミチキですと。で、4月11日から発売しております。いただきます。あー、確かにね、塩の感じはするかもしんない。普通のとはちょっと違うな。うん、あー、塩唐揚げみたいな感じだ。あ、おいしい。あのね、塩気が普通のより強いから、おかず感がすごい強いね。これ俺の意見だけど、ファミチキはファミチキで普通に食べてるんだけど、これはね、なんか一緒にのお茶とか飲みたくなる。すごい塩気が強いです。醤油唐揚げより塩唐揚げが好きな人は、こっちの方がいいかもね。塩味があって美味しいです、これ。さあ、今回食べ比べっていうことなんですけども、まあ、俺はやっぱり、プレーンの方かな。が、まだね、そこまで至ってない。美味しい、すんごい美味しいんですけど、チーズとかあるじゃないですか。チーズとか和風醤油とかがあるんですけど、それよりかは美味しい、僕は。で、実質2位だよね。これ美味しかった。でも確かに美味しかったです。うん。だけど、やっぱり、普通の方が一番でしたね。で、今ね、そうだ、なんかキャンペーンやってるみたいで、通常180円のところ、税込み170円。で、さらにファミマ T 会員ならお得で160円になってると。これが17日までの期間限定みたいなんで、ぜひね、この機会に新作、うま塩味食べてみてください。僕は普通の方が良かったです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。なんかね、こういう食べ比べ結構面白いですね。いろいろ、まあ同じコンビニ内じゃなくてもね、違うコンビニ同士で同じようなものをこう競わすみたいなのやっても面白いかなと思いました。ちょっとね、考えてやってみたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃあね。